小学生、中学生の皆さん、夏休みの自由研究のテーマはもう決めましたか？私がおすすめするのはこちらです。人権、ちょっと難しいんじゃない？っていう声が聞こえてきそうですけど、よろしければこの夏は人権をテーマに勉強してみませんか？今日は桜中学校放送部の皆さんにリポーターを体験していただきます。皆さん、自己紹介をお願いします。桜中学校3年の宮崎春奈です。坂入真宏です。熊本さつきです。よろしくお願いします。みんなは人権っていうとどんなことを思い浮かべる？いじめとかかなって、あまりピンとこないですね。人権って言ってもいろいろあるけど、やっぱりみんなに関心があるのはいじめとかなのかな。それとみんなもツイッターとか LINE とか SNS ってやってる？はい、はい、そうしたインターネットによる人権侵害のニュースとかもよく聞くよね。そもそも人権って何？ということで私も調べてきました。人が人らしく生きていく権利で、すべての人が生まれながらにして持っている権利。今日はみんなに人権についてリポートしてもらうんだけど、思い切ってテーマを絞ります。この人権というものを地域で支えているボランティアの人たちがいるんだけど、人権擁護委員って聞いたことある？いや、ないです。今日はみんなに人権擁護委員さんのところに行ってもらって、人権擁護委員さんがどんな活動をしているのかリポートしてきてもらいたいと思います。みんな準備はいいかな？はい、頑張ります。では、私から君たちへの初めの指令はこちら。指令1。まずは市役所の自治人権推進課に行け。みんな頑張ってね。早速、子どもリポーター3名は市役所の自治人権推進課に行くことにしました。自治人権推進課は桜市役所4号館3階にあります。自治人権推進課では自治会や町内会を支援する仕事などをしている班と、市民相談などを担当している班と、人権に関する事業などを担当している班の3班に分かれて仕事をしています。こんにちは。人権擁護委員という人について調べています。こちらではどのような仕事をしているんですか？ここは自治人権推進課という部署です。私の所属する人権男女平等参画推進班では、人権や男女平等の大切さなどを市民の皆さんにお伝えする仕事をしています。具体的にどのような仕事をしているんですか？例えばですね、人権啓発講演会のさくらヒューマントークですとか、人権尊重のまちづくりデリバリー事業といった、小中学校を会場として人権の大切さを学ぶ体験型の授業のを実施していたりします。人権擁護委員さんと一緒にお仕事をすることはないんですか？皆さんが調べている人権擁護委員の方々と一緒に仕事をすることはあります。ただ人権擁護委員の大元の所属は実は市役所ではないんです。人権擁護委員は、法務局と関係が深いので、もし詳しく知りたければ法務局に行ってみたらいかがですか？実は天沢さんからメッセージを預かっています。指令2、法務局へ向かえ。場所は市役所の北村さんに聞け。
法務局はどこにあるんですか？法務局は JR 桜駅北口側にあって、線路沿いに歩いて400メートルほどのところにあります。子どもリポーターは千葉地方法務局桜支局に向かいました。法務局は法務省が所管する国の機関です。印旛郡内では桜市に支局があります。こんにちは。こんにちは。すいません、人権擁護員について知りたくて来ました。人権擁護員について教えていただけますか？はい、いいですよ。それでは法務局って何をするとこか知ってますか？知らないです。それではここに来たのも初めてですか？はい。桜支局の2階では土地建物の持ち主の登録などの仕事を、そしてこちらの1階では人権に関して被害を受けた方の救済などの仕事をしています。人権擁護員というのは法務大臣からお願いされた民間のボランティアの方々です。任期は3年で給与はありません。どのようなお仕事をしているのですか？人権擁護員の仕事には、人権に関して被害を受けた方の救済のお手伝いや、人権の大切さを皆さんに伝えていくという人権啓発活動があります。また人権の相談を受ける仕事もあります。人権擁護員にはどうやってなるんですか？市町村長が地域の候補者を選んで議会の意見を聞いた上で法務局に推薦します。法務局では専門家の意見を聞いて検討した後、法務大臣からお願いします。今日人権擁護員さんはこちらにいらっしゃるんですか？人権擁護員は毎日法務局にいらっしゃるわけではありません。桜支局では人権擁護員による人権相談所を毎週水曜日と金曜日の午前10時から午後4時まで開いています。相談は無料で、電話でも面談でもどちらでも相談できます。そうすると今日は木曜日だから人権擁護員さんには会えないんですか？はい、今日はお越しになっていません。ただ今日は桜市役所が主催する相談会があると聞いています。相談会の場所がどこだか知っていますか？いいえ、知らないです。実は天沢さんからメッセージを預かっています。指令3、ミレニアムセンターさくらへ向かえ。場所は法務局の人権イメージキャラクターまもるくんとあゆみちゃんに教えてもらえ。すみません、人権イメージキャラクターのまもるくんとあゆみちゃんに会いたいのですが。それでは紹介しますね。こちらが人権キャラクターの人権まもるくんと人権あゆみちゃんです。二人は人権の大切さを伝えるために全国各地で活躍しているのですが、今日はさくらの法務局に来てくれました。人権まもるくんとあゆみちゃん、この後ミレニアムセンターさくらに行かなければならないのですが、場所はどこにありますか？ミレニアムセンターさくらは京成さくら駅の北口にあるよ。 JR さくら駅北口からバスが出ているよ。人権まもるくんとあゆみちゃん、ありがとう。根本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。子どもリポーターはさくら市の施設ミレニアムセンターに向かいました。この日ミレニアムセンターでは、さくら市が主催する法律・人権・行政相談が開催されていました。こんにちは、お待ちしておりました。ここに来ると人権擁護員に会えると聞いてきました。はい、会えますよ。ではこちらへどうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、今日はどちらからお越しですか？桜中学校から来ました。そうですか。何年生ですか？3年生です。3年生、じゃあもう卒業ですね。頑張ってください。ありがとうございます。今日は人権擁護員さんの仕事を調べに来ました。人権擁護員さんは普段どんな仕事をしているのですか？人権擁護員は現在全国に約1万4000人います。さくら市では14人の人権擁護員が活動しています。人権の大切さを多くの人に知ってもらうための啓発活動や、人権のことや生活で困ったことがある人、そうした人たちの相談を受けることがあります。相談を受けるときにどんなことに気をつけていますか？何よりもまず相談に来られた方に安心してもらえるよう、その方に共感するよう心がけています。そして相手の気持ちになって真剣にじっくりとお話を聞くことが大切だと思っています。子どももこの相談会で相談することはできますか？はい、子どもたちの皆さんには、特に電話とかお手紙とかということで相談することができます。それは、皆さんもご存知かと思いますが、子どもの人権110番というのがあって、これはフリーダイヤルで無料にかけられる電話なんですね。直接に困っていること、悩みを相談することができます。子ども110番というところです。もう一つは、先ほどお話ししましたように、お手紙で相談するんですね、困ったことね。で、そのお手紙はもう、6月から7月くらいに学校で配られたんじゃないかなと思うんですけども、こういう、SOS ミーレターというのがあって、困ったことがあったら書いて送ってねっていうのもあります。裏側に自分の名前や住所、お返事はどこに欲しいですか、自宅、学校でもいいですよ、私だけにそっと誰にも気づかれずに送ってくださいねって書く人もいます。そしてここに内容を書きます。自分の困っていること、なお友達からちょっと嫌なことを言われたとか、なんか自分ではいじめられているような気がするとか、中学生などでは、部活でちょっと先輩たちといろいろ問題が起きちゃったとか、中には恋愛相談のようなこともあります。はい、そのお手紙を読みまして、さくら市では、人権擁護員の、人たち、それからいろいろな地区の印旛地区の子どもの人権擁護員の人たちが、お返事を書きます。他にはどのような活動をされているのですか？はい、その他には、12月に世界的に行われている世界人権デーというのがあります。で、それに合わせて各学校で人権集会というのが行われたり、人権教室というのが開かれます。11月から12月にかけてだいたい開かれるところが多いんですけれども、私もさくら市の学校にお邪魔して人権教室を開かせていただいてます。そこでは、DVD を見て話し合うというような方法もあるんですけれども、私は主に、人形劇のようなことを考えてやっています。こちらが初めまして、人権まもるくんです。で、こちらが人権あゆみちゃんです。よろしくお願いします。これはずっと友達でいたいからという紙芝居です。では行きますよ。はい。ずっと友達でいたいから。お日様のまぶしい朝のことです。森の広場にたくさんの鳥の子どもたちが次々に集まってきます。今日から小鳥の学校の新学期が始まります。みんな集まったかな？新しいお友達と仲良くしようね。さて、今日は宝探しをします。わーい、面白そう。
チュンチュン、誰かに話しかけているようです。君何してるの？この中にいるスズメに話しかけてたの。でもちっとも答えてくれないの。不思議そうな顔をするチッチを見てカータンが言いました。はっはっは、それは君が映っているんだ。これはね、鏡だよ。素敵な鏡を見つけたね。僕の名前はカータン。よろしく。よろしくね。私はチッチ。チッチも元気よく答えました。そして2羽は顔を見合わせると楽しそうに笑いました。カーカーカー、チュンチュンチュン。2人は仲良く鏡を持ってフクロウ先生のいる森の学校に戻っていきました。カラスたちがカータンとチッチを取り囲みました。よーよー、俺たちとは遊ばないのかよ。そんなことないよ。何して遊ぶの？サッカーなんかどう？そこのスズメちゃんはボールの代わりでさ、きっとよく弾むわよ。はっは、それはいいや。カラスたちはチッチとカータンをからかって大笑い。カータンは怒って言いました。そんなひどいことできないよ。できないだって？クロベイがカータンをくちばしでつっつきました。チッチは悔しくなって言いました。やめて、カータンと友達でしょ。私たち小鳥の学校の仲間じゃない。フクロウ先生も言ってたわ。仲良くしましょうよ。うるさいな。スズメなんかと遊べるか。あっち行け。クロベイはチッチを突き飛ばしました。今日の紙芝居は小学校低学年から中学年ぐらいに向けたお話なんですね。ですから皆さんにはちょっと優しかったかと思うんですけれども、よかったら感想を聞かせてください。と最後カラスたちがみんな仲良くなって、自分も友達と喧嘩とかしてしまったら、と自分の気持ちを正直に言って、仲直りをしっかりとしたいなと思いました。ありがとうございます。自分にはその気がなくても、相手が嫌がっていたらいじめになったりして、すごくいじめって難しいと思うんですけど、しっかりと第三者とかを交えて仲直りができたらいいなと思いました。ありがとうございます。もしいじとかそういういじめを受けたら、ちゃんと相談することは大切だなと思いました。実は皆さんにメッセージを預かっています。天沢さんからです。今日はお疲れ様でした。チャンネルさくらの収録スタジオに集合。ぜひ実践してみてください。今週はこの辺で失礼します。はい、OK です。みんなお疲れ様。お疲れ様でした。どうぞ。今日のリポートどうでしたか？人権について詳しく教えていただいたので、とてもよくわかりました。人権ってすごい私たちには遠い話かなと思ったんですけど、とても身近なところにあったので、もっとしっかり学習したいなと思いました。最初は全くわからなかった人権も、今回いろんな場所に行ったことによってちょっと分かったような気がしたので、自分でもっと調べてみたいなと思います。夏休みも始まったばかりだけど、暑さに負けないで頑張って過ごしてね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。人権、人が人らしく生きていく権利で、すべての人が生まれながらにして持っている権利。この大切な権利を守るために、さくら市では平成9年2月に人権尊重・人権擁護都市宣言を、同じ年の9月にさくら市人権施策推進指針を策定し、人権尊重のまちづくりに取り組んできました。女性、子ども、高齢者、障害者、外国人、刑を終えて出所した人、犯罪被害者などに対する人権侵害がない社会を目指して、
佐倉市はこれからも市民の皆さんと共に努力を続けていきます。佐倉市からのお知らせです。佐倉市では法律、人権、行政相談を毎月3回行っています。人権擁護委員や弁護士など様々な経験を持った市民が相談員として皆様の相談に無料で応じています。相談は面談による相談で原則予約制で受けたまわっています。会場はミレニアムセンターさくらのほか、年に4回は志津コミュニティセンターでも行っています。開催日は広報さくら暮らしの相談に掲載しています。お問い合わせ、ご予約は市役所自治人権推進課までお願いします。続いて法務局からのお知らせです。千葉地方法務局佐倉支局の人権擁護委員による相談は毎週水曜日、金曜日午前10時から午後4時まで行っています。お申し込みは不要です。電話での相談もできます。お問い合わせは千葉地方法務局佐倉支局までお願いします。子どもたちへ。学校でいじめを受けて学校に行きたくない、親から虐待されている、でも先生や親には言えない、誰に相談していいかわからない、もしもそんな苦しみを抱えていたら一人で悩まずに私たちにお電話ください。法務局、地方法務局の職員または人権擁護委員が皆さんのお話を聞いてどうしたらいいか一緒に考えます。子どもだけでなく大人も利用できます。相談は無料。相談内容の秘密は守りますので安心してご利用ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-007-110までお願いします。